今年唯一の倉敷マスカットスタジアム25日中日戦チケット完売当日券なし。阪神は24日倉敷で行われる25日の中日戦のチケット完売を発表。当日券は販売しない。以前は広島、オリックス、日本ハムが主催した年もあったけど、最近は阪神が年一、巨人が数年に1回、あとは楽天がオープン戦でやるくらい。球場もファールゾーン広くて甲子園サイズだし、関西や広島からのアクセス良いので、阪神に限らず1軍の試合を月1で開催してほしい。倉敷マスカット球場は球場の広さや芝の綺麗さなどのレベルが地方球場としては異例のレベルで良いと思います。ここならば安心して再起に投げてもらえると思います。基本塁打こそなかったものの、狭い豊橋で投げた村上は投げにくそうで気の毒でした。地元民からしたら年一試合でなく、来月には倉敷で阪神 vs 広島の2軍戦もあるが、オープン戦も倉敷開催して、公式戦は市の労働機関に倉敷で3連戦してください。収容人数は3万人、グラウンドは前年度で甲子園に匹敵する水はけの良さです。そもそも阪神って主催で地方試合はほとんどやらないよね。ワンオ野外車保有の球場があるから営業的には仕方ないと思うけど、もう少し主催地方試合してあげてもええと思う。昔は西京極や倉敷はよくやってたのに、あの巨人ですら主催で沖縄、北海道、北奥などで試合するのに、地方でも阪神は集客力がええよって営業的にも損はないでしょう。岡山県は広島県の隣だが、阪神ファンが多くてありがたい。今回もチケット完売、感謝を込めて今後は年に1日だけの開催ではなく1カード3試合開催しても良いと思う。さすがは阪神タイガース。日本一の人気球団阪神タイガースは春夏の甲子園期間中、京セラドーム大阪で試合をやる関係で、もともと地方球場での主催ゲームが少なく、この倉敷での開催が唯一。球団数拡張するなら倉敷に作るべきだってずっと思ってる。マスカットスタジアムみたいな立派な球場をプロが年に数試合しか使わないなんてもったいないもの。京セラ開催を減らして倉敷を増やせばいいのにと思う。倉敷の方がスタジアムとして格上だしもったいない。阪神はマスカットスタジアムでの勝率いいのよね。甲子園開幕戦できないんだから、マスカットスタジアムでもいいんじゃない。阪神ファンは全国にいるので、もっと地方試合を増やした方が良いと思う。地方球場開催地区やしてくれ。さすがに岡山だけでは寂しすぎる。雨で中止だけは勘弁して。キャパ3万人の地方球場、平日売り切れとな、びっくり。佐伯くんでマスカット勝ちましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。